サッカーパナマ代表はパナマサッカー協会により構成されるパナマのサッカーのナショナルチームである。ホームスタジアムは首都パナマシティにあるエスタディオロンメルフェルナンです2005コンカカーフゴールドカップで準優勝、2013コンカカーフゴールドカップでも準優勝を記録している。2014FIFA ワールドカップ北中米カリブ海3次予選では 最終節はアメリカ戦で後半アディショナルタイム、突入時点まで2から1とリードしており、そのまま終了すれば、前節まで4位で、同節コスタリカに1の2で敗れたメキシコを抜き大陸間プレイオフ出場権を獲得するはずだったが、後半47分、48分と立て続けに、ゴールを許し、試合終了直前でプレイオフ出場を逃した。 2015コンカカーフゴールドカップでは、例勝号引き分けいっぱいで3位というチーム記録を出している。2018フィーファワールドカップ北中米カリブ海五次予選では、主力選手のアミルカル・エンリケスが、銃撃事件で殺害される悲劇に見舞われながらも、残り2試合で3位に立ったが3位争いをしていた。アメリカとの直接対決に0の4で敗れ、逆にアメリカに、 勝ち点差2をつけられ4位に転落。アメリカが特殊点差で大きく差をつけており、また同時刻キックオフとなった最終節で最下位のトリニダード・トバゴと対戦することから3位での予選通過は厳しいと見られていたが最終節でコスタリカに前半リードを許しながら後半8分にガブリエル・トーレスが同点ゴールを挙げ、さらに終了間際にロマントーレスのゴールで 逆転勝利を収め、アメリカがトリニダード・トバゴに一の根で敗れたため、逆転で予選3位に入り前回大会予選最終節、ロスタイムでワールドカップ出場を逃した雪辱を果たした。なお、同点ゴールとされたガブリエル・トーレスの得点はボールがゴールラインを割っていないように見える微妙な判定で、あると騒がれた。同国のバレエラ大統領は、 W 杯初出場を記念して初出場決定の翌日の10月11日を祝日にした。本大会ではグループ G に入り、初戦のベルギー戦では0の3で敗れた。2戦目のイングランド戦ではフェリッペ・バロイが W 杯におけるパナマ代表としての初ゴールを決めるも1から6で大敗し、これにより3戦目のチュニジア戦を残したままパナマのグループリーグ敗退が決まった。 そのチュニジア戦にも1-2で敗れ、3戦全敗で大会を終えた。ありがとうございます。